ハローハローエブリワン、柚木ゆかりとことの葉葵です。今回は SCP-7340 を紹介します。メタタイトルは I is for Incision。 オブジェクトクラスはタウミエルです。それなら便利で平穏なオブジェクトなんだろうね。なお、記事が未翻訳であった時期に動画作成を開始したため、登場人物の口調などが翻訳記事と異なります。どうかご了承くださいね。SCP-7340 の使用は、研究責任者によって厳格に管理されます。以下に挙げられる条件下でのみ、使用することができます。医療的緊急事態により、患者の命が脅かされていること。外科手術が唯一の治療法であること。当該手術の成功率が 25% を下回ること。患者が痛みに対する忍耐力に優れること、または強化尋問に耐えた経験があること。4つ目の条件に関しては、研究責任者の裁量によって免除される場合があります。SCP-7340 は、価値の高い職員や要注意人物、囚人の治療のための使用が許可されています。その際、患者の同意は必要ありません。宣言撤回、不穏な予感がしてきたよ。説明。SCP-7340 は、手術によく使用される麻酔薬であるイソフルランが入ったドラム缶群です。ドラム缶自体に異常な点はなく、イソフルランも手術の外では異常な作用を示しません。手術の麻酔薬として使用された際、SCP-7340 の異常性が発現します。この条件下において、SCP-7340 は通常のイソフルランとは異なる作用を示します。SCP-7340 の投与は全身麻痺を引き起こしますが、意識の喪失や痛みの抑制はもたらしません。結果として、患者は動けないまま意識を保ち、手術を受けている感覚を認識し続けます。もう一つの異常な性質は、SCP-7340 を使用すると、手術の成功率が約 85% 増加する点にあります。つまり、このオブジェクトは簡潔に言うと、患者に地獄のような苦痛を与える代わりに、手術の成功率を増加させる麻酔薬です。うわぁ。2022年10月時点で、1416人の患者の治療に本アノマリーが活用されています。そのうち1308人が生存することができました。確かにすごい効果だけども。ヒューストンのファーストフェイスメディカルセンターにて、麻酔専門医の医療ミスに何度もクレームが寄せられました。これが財団の関心を引き、2022年3月14日に一般外科病棟より SCP-7340 が回収されました。なお、他のサンプルが一般社会に流通している可能性が高いため、調査が継続されています。ここからは、本アノマリーを用いた症例をご覧いただきます。2022年6月30日に発生した収容違反により、サイト19のスタッフ4名が重傷を負いました。その全員が経験豊富な収容のスペシャリストであり、彼らの喪失は容認できないものとみなされました。そのため、彼らの治療に SCP-7340 が用いられました。退職防止部門による標準的な SCP-7340 適用例として、各患者の結果を紹介していきます。聞き覚えのある部門が出てきたね。1人目は、アリソン・ハート次席研究員です。彼女は収容違反したアノマリーに噛みつかれ、胃と肺に穴が開いていました。さらに、傷から未知の細菌が感染しており、迅速な医療介入が必要な状態にありました。通常の手術における成功率は 22% です。7時間かけて、体腔のドレナージと洗浄、傷の修復が行われました。7時間もの間、体を切り開かれたり、液を通されたりの感覚を味わい続けるわけだよね。結果、手術は成功しましたが、ハート研究員はトラウマに由来する不安感と不信感を抱き続けていました。カウンセリングの実施が命じられました。やっぱりそうなるよね。研究責任者のピッツ博士は、手術を行う前に患者に SCP-7340 の異常性について知らせることを推奨しました。それでなんとかなるかな。次の患者は、ドゥルブレディ次席研究員です。彼は、逃走中のアノマリーによって、左脇腹の皮膚の大部分を剥ぎ取られました。さらに、収容違反中に崩壊した壁に体の一部が埋まった後、彼は意識を失いました。約1時間後に救助隊が発見しましたが、出血がひどく、半分以上の血が失われていました。通常の手術における成功率は 11% です。6時間かけて緊急の輸血と広範な皮膚移植が行われました。結果、手術は成功に終わりました。レディ研究員はもともと意識を失っていたにもかかわらず、SCP-7340 を投与した際、完全に意識を取り戻したそうです。苦しみからは逃れられないわけだね。次の患者は、ウィルソン・ライト上席研究員です。ライト研究員は、アノマリーの尻尾による鈍的外傷を受けて、四肢の完全麻痺が予測される状態にありました。通常の手術における成功率は 3% です。ライト研究員は SCP-7340 の使用に異議を唱えましたが、特別収容プロトコルに従い、そのまま手術が行われました。11時間かけて、脊髄の減圧と復元が行われました。結果、手術は部分的に成功を収め、右腕と右足のみに麻痺が残りました。しかし手術以降、ライト研究員は言葉を発しなくなりました。かわいそうに。退職防止部門は、彼を職務に復帰させるための方法を探っています。もう解放してあげようよ。最後の患者は、ナディア・メルニコフセキュリティ担当者です。彼女はアノマリーに立ち向かい、両足の粉砕骨折、左肘の外傷性剥離、肺の閃光、多量の出血を負いました。さらに、流出した酸を胴体と左足に受けて、皮膚の腐食と臓器の損傷も負いました。もう、楽にしてあげた方がいいんじゃ。通常の手術における成功率は 0% です。SCP-7340 を用いなければ、確実に死に至ると言えますね。戦術の負傷を治療するための手術が開始されましたが、そこに収容違反中のアノマリーが襲来し、手術は中断されました。当該アノマリーが再び収容される前に、動けないメルニコフの体が部分的に食べられました。数時間後に職員が戻った際、彼女の脳はまだ活動していました。彼女の体の無事な部分は 13% しか残っていなかったにもかかわらず、です。そんな状態で数時間。SCP-7340 の静脈内投与を止めた際、彼女はようやく息を引き取りました。本件に関するフィッツ研究責任者の注記がこちら。SCP-7340 の作用について、さらなる研究を行うべきだろう。特に、手術とみなされるのに必要な要素は何なのか、非常に興味深い。屋外での手術にも使用できるのだろうか。冷静すぎて怖いよ、この人。でも確かに、数時間ほったらかしでも手術中とみなされて、異常性が発現し続けていたのは気になるね。残念ながら、条件の詳細は追記されていませんがね。現在調査中ということなのでしょう。記事には、ウィルソン・ライト研究員のその後に関する情報も記載されています。右腕と右足に麻痺が残った人だね。彼は、手術のトラウマが消えないことを理由に、職務への復帰を拒否しました。そのため、2022年10月31日、セオドア・ピッツ博士が彼の宿舎を訪問しました。退職防止部門による SCP-7340 の新たな活用法の例として、彼らの会話はログ化されています。今日の調子はどうかな、ウィルソン。フィッツ博士は間を置く。ライトは沈黙している。君がまだ本調子でないことは分かっているさ。さぞかし辛いことだろうね。何か飲むかい？紅茶はどうかな？ヨークシャーゴールドが大好きだと聞いたよ。どうして来たんですか？フィッツ博士は微笑む。すぐ本題に入るとは、君らしいね。フィッツ博士は足を組み、ライトに笑顔を向ける。私たちは、君がいつ頃サイト19の職務に戻れるのか知りたいんだよ。少し間が空く。戻るつもりはありません。ああ、そうだね、ウィルソン。事故で弱っているのだものね。それでも、君の部署は君の力を必要としているんだよ。君の知識の代わりはないんだ。まあ、なんとかするしかないでしょう。あんな手術を受けた後に仕事なんてできません。司令部にももう伝えてあるんです。うん、その会話のログはここにある。君はその、なんだ、夜恐症を経験しているとか？トラウマに依頼するストレスのせいかな？ええ、精神科医がそう呼んでいました。なるほど。さて、ウィルソン、実はいいニュースがあるんだよ。私たちの助けになるものが見つかったんだ。え、何ですか？フィッツ博士は書類を取り出し、パラパラと目を通す。医療処置さ。もっと正確に言うなら、手術だね。君の受けているセラピーよりも、とっても高度で試験的なものさ。君の復帰の妨げになっていると思われる、前頭葉の一部を切除するんだ。ライトの体がこわばる。記事内で明言されてはいませんが、おそらく前頭葉白質切切術のことでしょうね。これは患者の精神状態を改善させるために脳の前頭葉の神経線維を切断する手術です。1900年代中期頃に行われていたそうですが、感情の喪失など重篤な有害事象を伴うケースが散見されたとか。この手術は危険で、成功率も非常に低い。しかし、それが君の復帰の助けになるなら必要なことだろうね。これを成功させるために SCP-7340 の使用許可も出しておいたよ。ライトは沈黙している。ウィルソン？それを言いに来たのですか？そうだよ。この手術について伝えに来たんだ。来週受けられるようにスケジュールを組んでおいたよ。ライトは沈黙している。手術が必要ないと思うなら話は別だけどね。少し間が空く。どういう意味ですか？もしかしたら君は今の状態でも職務に復帰できると思っているんじゃないかな。そうだったらわざわざ手術を行う必要もないからね。ライトは沈黙している。どうかな、ウィルソン。職務に戻ることができそうかい？少し間が空く。できます。戻れます。フィッツ博士は拍手し、笑みを浮かべる。素晴らしい。そう言ってもらえてよかったよ、ウィルソン。手術をキャンセルするよう通知しておくよ。今日中にオフィスへの復帰を手伝う人員も来るからね。フィッツ博士が立ち上がる。そろそろ失礼しようかな。体に気をつけるんだよ、ウィルソン。また話す必要があれば、いつでも来るからね。フィッツ博士が退出する。彼が去った後も、ライトは数分間ドアを見つめ続ける。新しい活用法って、脅迫じゃん。以前紹介した記事でも、職員を自殺に追い込むなどの記述がありましたし、退職防止部門は恐ろしいですね。以上、SCP-7340。I is for incision でした。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。お帰りになる前に、高評価やコメント、チャンネル登録をお願いします。皆さんのご反応だけが動画編集のモチベーションの源です。